神戸市会の議事堂では午後の本会議が再開されるのを前にフルートの音色が響き渡りました。本会議再開前に開かれたこのミニコンサートは今年で2回目で、神戸市議会では開かれた議会を目指すとともに音楽の街への推進のために実施しました。今日の演奏には神戸山手女子高校を卒業し世界で活躍しているフルート奏者の奥野由紀子さんと、神戸市室内管弦楽団、それに神戸市混声合唱団が出演。15分間のミニコンサートではドボルザークのアメリカと神戸市歌2曲が披露され、迫力ある演奏に出席議員68人も聞き入っていました。普段はホールだとかサロンだとかで演奏しますが、今日は初めての場所だったので、ここはとても新鮮でした。神戸にもゆかりがあるので、大阪と神戸とまたまあ関西を中心にフルートを広めていけたらいいなと思っています。奥野さんは今月ファーストソロアルバムをリリースしていて、後進の指導にも当たっています。